主の保証人は一つだけお約束しました。市民の目線、市民の利益、市民のために8年間この一筋、この正義で共にやってまいりました。その固い絆が今回の行動の表れであります。我々は何のために働いてるんですか？誰のために働いてるんですか？これを今一度市民の皆さんに十分に ご説明させていただきたい。今回の選挙はその自治体としての本質、人間としての本質、これ自体も問われている選挙だと私は思っております。